皆さんはじめまして、津田ガラス株式会社の津田と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、津田ガラスの概要と普段どんなことをやっているのか、あとは津田ガラスがですね、今後どういう会社になって社会に貢献していきたいのかっていうのをですね、プレゼンさせていただきたいと思います。津田ガラスは1959年に僕のおじいちゃんが創業した会社です。僕は今年の1月から3代目の代表取締役になるんですけれども、津田ガラスはですね、1959年に、愛知県東海圏を襲ったですね、伊勢湾台風を機にですね、当時はそのガラスを近隣の皆様にこう配り歩いて、割れたガラスを取り替えたっていうことっていう功績が認められて、事業が大きくなった会社です。はい。で、普段はですね、皆様が街で見ているビルやマンション、ホテルなどのガラス工事をメインにさせていただいております。で、去年の9月からですね、僕自身が新しい事業をさせていただきまして、建築途中でどうしてもリサイクルできずに廃材となってしまっている建築用の板ガラス、これをアップサイクルして、新しい付加価値をつけて世に送り出すっていうようなですね、ブランドを立ち上げて活動させていただいております。はい、こちらがですね、この GL プラス、不憫なガラスにもう一度輝きよっていうようなですね、ブランド、キャッチコピーでやらせていただいております。何をやっているかっていうとでですね、先ほど言った通り、僕たちが使っている普段窓ガラスに収めるようなガラスっていうのが、どうしても建物を建てる途中でですね、急な仕様変更だったりとか、寸法を間違えてしまったりとかってですね、余ってしまう大きいガラスがたくさん出てきます。で、今までは、それを産廃屋さんにですね、お金を払って引き取ってもらっていたんですけども、去年の9月にからそのプロジェクトを始めるにあたり、どうしてもその調べていく過程の中で、そういったこう人の暮らしを良くするガラスっていうのが、実は作られてその後廃棄されるときはもう地球の中に埋め立てられたり、焼却されてしまう、どうしても地球に負担をかけてしまうということでですね、これはガラス屋として何か対策を講じるべきではないかということでですね、始めたプロジェクトになります。実際に僕たちが今、取り組んでいることとしてはですね、こういったそのガラスを小さいパーツ割れた時にですね、一つとして同じ形にはならないというところを生かしてですね、アクセサリーにさせていただいたりとか、こういった鏡ですね、はい、スタンディングミラーにさせていただいて、建築業界で出る、他の廃材とかも合わせてですね、一緒にこう商品開発をさせていただいております。ただ僕自身どうしてもその建築用のガラスが廃棄されてしまうのであれば、ガラス屋としてできる地球への一番の恩返しっていうのはでですね、やっぱり建物に使うために作られた廃材であれば、また別の建物に使われるべきだっていうのが一番のそのアップサイクルだとは思っていますので、ゆくゆくはですね、こういったその小さな活動から通して最終的には、建物に使ってたガラスがそのまままた別の建物で使われるような、文化をですね、日本でも作っていきたいなというふうに思っております。ヨーロッパ、特にそのコペンハーゲン地区ですね、特にその循環する環境を作ることにすごい積極的な街では、もう当たり前に廃材のガラスをまた新しく建物で使うっていう文化はすごい根付いているんですけれども、どうしてもまだまだそのスクラップ&ビルドっていう文化が根付いてしまっている日本ではまだまだ採用が難しいので、そういった文化をこう普及していくためにですね、こういった活動を通して、少しでも地球がより良くなるために、人の暮らしがより良くなるために、強いてはその地球の資源がですね、少しでも長く存続できるように活動を進めていきたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。